もドラマ版が放送されたのが2021年の7月から、はい、ということになりますが関係者、それからご友人ファンの方など当時周りからの反響などはどんなものがありましたかいやもうちょっと本当に今までにないくらいすごい反響をいただきました。あのまあ、もちろん友人もそうですし知り合いの方から本当に面白いねって家族特に家族で見てるっていうで親も面白いし子供も面白いから。 みんななでドキドキキしながら見てるこんなドラマは今までこ,うこんなに家族でみんなで楽しめるドラマは最近なかったというふうにおっしゃっていただいたのが僕はすごく嬉しくてそれから実際の医療従事者の方々がたくさん見てくださっているということをお聞きしましてそれもとても嬉しかったですね。こののドラマははももととと医療従事者をはじめめする誰かのために 日々頑張っている人たちへのある種、参加といいますか彼らを称えるドラマにしたい作品としてにしたいという思いで作ってましたので実際の方々が見ていろいろ突っ込みながらも楽しんでてくれたりとかもあるでしょうけれどもそれに感動していただいて明日も頑張ろうという気になっ,てくださるなってくださっているという話を聞いて。 そこにに僕は特に感動しましまたぜひ劇場版の最後まで見ていいたただきでですねそうですねねそう正直、劇場版になってそのスピリットもはあのどう受け継ぐんだろうと思って僕も初めて視聴を見た時にドラマ版よりもさらに色濃くそれがあの反映されていてそこもぜひ見ていただきたいポイントですね。 そして先ほどからすでにお話が出ているこの撮影が大変ハードだというお話ですねしかもこの劇場版ですが去年の夏猛暑の中での撮影だったと伺いました特に大変だった撮影印象に残っている撮影ぜひちょっと皆様で会話をしながら思い出していただいてもいいですかどどこが大変ででししたたもうね言っていい, <laughs> いや皆さんはまあ一緒でしたけど 非常階段、が非常階段って言っていいん？あ、だ,だい大丈夫です。いいですか？はい、非常階段を狭い非常階段って狭いじゃないですか。うん、ね、そこを上り下りを四百往復ぐらいする。四百 <laughs> はしてないんじゃないですか？ 三百九十、三百 <3 90? S 1> ぐらいだと思います。<laughs> でも、体感そんぐらいですよ、ね。はい、体感、やっぱり、か、かっとことに上り下りする。はい、その非常階段を、やっぱり。照明さんも通れば。あの、カメラマンさんも通れば、音声さんも通れば。で、われわもいっぱい、ね。あの、き救,救助しながら通ればっていう。あの、行き来が。うんうん、そして、真夏の、あれ、どこですか、<え>倉庫。 伊勢崎伊勢崎,伊勢崎なんか日本で一番暑いと言われている伊勢崎町で、そう非常海だ。と声とかでしたよね <laughs>。クーラーなく、そうそうなんですよ。クーラーないの。目の前で火が燃えてるんですよ。<う>あれはなんかの拷問かなんか。<laughs> クーラーを焚いてしまうと、火が逃げちゃうんで、ね、密閉して、火を焚いて,焚いてで、酸素ボンベをしょって僕は明太をつけてましたこれはもうね、うん、やっぱあの住職もびっくりだと思いますよ、その辺の住職もね <laughs> <laughs> 皆様いかがですか僕いっていいですかお願いしますあのー、そこのすぐ下、下ですかね、あの、なん,なんていうんですか、テント 赤レンガのレレンガそう赤レンガガそうか、んうん、会,会議して僕はこう乗り込んでって指揮を取るっていうシーンがあるんですけど、まあ、真夏であのめちゃめちゃ暑い密閉された空間なんででも本当に暑くて、はあ、しんどいと思ってふらふら出ながらちょっと待機は車になりますって言ってもう自分の車に戻ったんですよで社外温度みたいなの見たら52度って書いてあったんです <laughs> もう行かれちゃってて完全に <laughs> それで,で戻ってその天 と言ってでもよく考えたらテントの中なんで、まあ、セットでもいいわけじゃないですかこれその可能性はなかったのかなと思って確かあ、ね、思ったよ<の>あれ向こう海だったじゃんそうなんですよ開ければ海が見えるからそうなんですよ開けてればいいじゃないですか、ね、まだでもやたらスタッフは閉めるんですよ、ね、外が見えないようにしなきゃっていう、ね、じゃあセットでよくないですか <laughs> っていう疑問はずっとありますけど <laughs>、はい、鈴木さんや中条さんもやっぱり大変でしたかどうですか中条さんえ逆に大変しかないっていうかそうです、ね、私たちはあとその中で オペだったりとかもあるじゃないですか、うん、だかだら本当に医療用語とかも言いながらその暑い中でオペをするっていうのがもう本当に炎周りに炎を囲まれながらオペをするっていう環境がすごいいなって思いましたねしかもこうスピード感がすごい速いじゃないですか難しい用語をスムーズにこうどんどんいっていかなきゃいけないわけですよねきっと。うんうん そのね辺りの難しさもあるかもしれません。はい、石田さんも横浜の港で撮影はされたんですよね。え、私はあの全部セットです。<laughs> すみません、すみません。指示ですから。知事知事でもね、せ全部セットはセットですごい大変なんですよ。ええ、あのまああんまりね夢を壊すことは言っちゃいけないんですけれど、一挙に撮るわけですね。あの私たちのシーンって。だから。 まあいいですあのちょっとこれ以上言うとあのが,がっかりするので <laughs> ちょっとまあそれそれはそれで大変なのがありますね大変なことがな,、はい、なんとなく心中お察しいたしましたはい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 、はい、<laughs> 逆に楽しかった思い出とあ鈴木さん,んかあります僕はあれなんですよねあの大変なのが好きなんですよねそうなんですそうなんですそうなんですよねそう そうなんですよ、はい、大変であればあるほど楽しいっていう MER こうだよねってなるちょっとおかしいんですいやちょとね。僕あの階段それこそ階段で、うん、いろんな方をこう抱きかかえながらひたすら降りてるっていうシーンが多かったんですけど途中からこう初めてだったんですけど背中全面がつるんですよね。こう 背中にすごくつっていてものすごい痛いんですけどでも、こう、所有者の方を落とすわけにいかないから必死でやるじゃないですか、でも、あ,あ北見もこうだよなと思いながら、MER これだぜって思いながら、<laughs> ありがとうございました、監督。<laughs> ありがとうございました、本当に。